ああ、うわいるよヘラ、これ触ってる触ってる、今完全触りだよ、まだ食い当たりねえんだもん、触った触った、ほんで当たんねえんだもんな、食い悪いよな。レレこんな重てえブルギルはいねえよ上がってこねえよいればね必ず食ってくるんですよ。今日初めて餌がついた状態でカチッと入ったよ、カチッと入ったよ、見逃さないぜ俺はいやー寄ってこねえな、45センチぐらいないかな これ寄ってこねえよ、これ大したもんだなおい、こんなのこの間62個も釣ったんだよ俺まったくよくやったと思うよ、これちょっと特別引き強いな、ちょっと魚でかそうだよ、うりゃ腹パンだ、さっき桟橋で言いたようなやつだ、クリアクリア、で、で、で、言うこと聞かねえよ、やべやべ、そっちはダメだ、そっちはそっちは水竿があるからダメ、こっち来て、こっちこっち来てねえ、でもこれそこでこれだぜじゃ無理だろうこれ、今日は活性低すぎるわ、もっと落ち込みで当たる時じゃないと、いやこれでっかいよこれ、ちょっと待って、あーやばい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 、うりゃうりゃ、あこれちょっと、うわちょっとちょっといいぞこれちょっといいぞこれ、やったー、あーよかった、石井さんにギャーギャー言われなくて、一匹でもギャーギャー言われちゃうからな、よいしょ、あー42だ、まあここで42はヘビー級だよ、
ええ、俺うんって横袋好きじゃないんだ。まあでも今日はちょっとあんなに桟橋に魚が刺してた日だから、この桟橋もこの後ろ裏向きだって釣れないとは言えないな。釣りやすくなったね。本当に釣りやすくなったよ。おお、返してくるよ。絶対いるよこれ。よっしゃ、釣ったで。あ、ああ行っちゃった。そのチャンスの時に何とかしないと。よっしゃ、止まったぜ。止まったぜ。今度はいきなり当たったよ。何のあれもなかったけど。かけるんじゃねえ。よっしゃ。よっしゃ。よっしゃ、止まったぜ。止まったぜ。今度はいきなり当たったよ。何のあれもなかったけど。よっしゃ、よっしゃ、グフフフフ。おいしゃー、だ全然ちっちゃい。やん、釣れてしまったわ。よし、よっしゃ。よっしゃ。いや、いても当たんねえんだこれ。誘ったら来たよ。腹パンだ。石井さん、腹パンだよ。すげえ、パンパンだよ、パンパン。
もうあと1週間やっても石井さんには負けねえな。すんがねえな腹パンだけど、超腹パンですけど、38しかないわ。